リアジェット 35A リアジェット35は、ゲーツリアジェット社が開発した、リアジェットシリーズの一つである、ビジネスジェット機。シリーズ初のターボファンエンジン搭載モデルである。本校では長距離型のリアジェット36についても、記述する。ギャレット社による、ドフ731ターボファンエンジンの開発により、小型ジェット機メーカーも従来のターボジェット これを受けゲイツリアジェット社は1機のリアジェット25の左側エンジンをオトフ731から2に乾燥した試験機を1973年1月に初飛行させた。続く改修2号機では両側のエンジンが乾燥され、これがリアジェット35の誕生へとつながった。その初号機は同年8月22日に初飛行し、翌年夏に形式証明を取得した。 機体は携帯こそ極端に燃料タンクを装備した直線翼の主翼と TGB 翼という従来のシリーズと同じものだが、リアジェット25より胴体が0.33メートル、主翼が1.22メートル延長され、ペイロードや航続距離が向上している。乗客8人乗りの短距離があったであった、リアジェット35と並行して乗客6人乗りで、 燃料搭載量を増やし耐性用横断を可能とした長距離型リアジェット36も開発された。ただし多くの顧客がそれほどの航続力を必要としなかったため製造機数はリアジェット35の方が大幅に多い。主翼の改造により最大離陸重量が増えたリアジェット 35A、36A は1976年から売り出され、 リアジェットシリーズ中最大の販売数を記録する決定版となった。軍用としてもアメリカ空軍,軍が C-21A の名称でリアジェット 35A を採用し爆料輸送や傷病兵輸送などに使用したほか日本や UAE 及びスイスなど西側諸国の多くの国の軍において連絡機、標的栄光機、特殊任務機に使用されている。 生産は1990年代半ばに終了し、生産数は35が66機、36が17機、35A が609機、36A が43機、合計で730機を超えている。フィンランド空軍で電子戦訓練や情報収集活動、 標的栄光などの特殊任務に使用されている、リアジェット 35A 海上自衛隊 U-36A 海上自衛隊が、艦隊訓練支援機として使用してきた Up- に、J の代替機として、リアジェット 36A を U-36A の名称で採用。海上自衛隊が導入した初めてのジェット機となった。1985年に輸入された後、新明和工業で、 回収作業を受け、1987年から6機が調達された。すべて、岩国航空基地所属第31航空軍令課の第81航空隊に配備された。事故での損耗により、現在の運用機数は4機。艦隊訓練支援機として使用するために、胴体下部に HPS-103 機械、広報レーダーを装備し、主翼化に、 標的栄光装置や ECM ポット、チャフポット用のパイロンを増設、翼端燃料タンクの先端には、左翼側にミサイルシーカーシミュレーター、右翼側に評価、記録用テレビカメラを搭載している。これらの装備により、U-36A は自らをミサイルに見立てて、飛行士艦隊への対艦ミサイル攻撃をシミュレートする、ほか、標的栄光機として、 艦隊の対空射撃訓練を支援する。事故リアジェット35が起こした事故の中で有名なものにペインスチュワートが登場中に航空機事故に遭難したものがある。1999年10月25日、移動中の機体は不具合を起こし、墜落。乗員乗客は全員死亡した。ありがとうございます。